森崎和幸森崎和幸は、広島県広島市秋区、矢野出身の元プロサッカー選手、J リーグサンフレッチェ広島のクラブリレーションズマネージャーを務める。ポジションはミッドフィールダー。広島県立吉田高等学校卒業。地元、矢野小学校で弟である森崎康二と共に、小学2年からサッカーを始める。山出久夫から指導を受け。 攻撃的な MF として活躍。小学6年時に森崎浩二とともに全日本少年サッカー大会に出場している。佐藤康水源勝弘は矢野中学校の先輩。矢野中学校からサンフレッチェ広島ユースへ入団。同級生は森崎浩二、駒野智和、久保田学、木村隆弘から指導を受けた。高校2年時よりボランチに、 コンバートされる。1999年高校3年時には西登録選手となり、J サテライトリーグでのパフォーマンスが、エディ・トムソン監督に認められ、同年11月20日にガンバ大阪戦に、広島チーム史上所、高校生 J リーガーとして初出場した。トムソンにも気に入られ、その年はその後の公式戦に全試合出場し、 天皇杯決勝進出の立役者の一人となった。2000年にサンフレッチェ広島に入団、同期入団は森崎浩二、駒野、八田孝介、松下祐希、山形強平、中山元気。リーグ2戦目には森安はじめに代わり先発出場。その後も主力として出場し、J リーグ新人王及び日本プロスポーツ、大賞新人賞を受賞した。 年代別代表では2001年に森崎康二や駒野と共にワールドユース代表に選出されて出場。翌2002年には富山アジア大会に U-21 サッカー日本代表として出場した。控え中心だった康二に対し、和幸は中心選手として起用されキャプテンを任されることもあったが、ボランチのポジションに安倍祐樹やコ野康幸、 鈴木慶太らが対等し始めると出番を失い、アテネオリンピックを目指す U-22 代表では、アジア一次予選には出場するも、最終予選以降は招集されることはなく、チームは本大会出場を果たすが、工事と異なり、本大会メンバーには選ばれなかった。一方、広島では2001年に、バレリーに一歩も西に監督が変わると、ボランチに固定、それ以降ボランチとして、 チームの中心となり、活躍、両サイドのコマノやハットリコータを操り、第2ステージ3位となる原動力となった。その後2004年には、チーム事情からトップ下へ、2005年にはキャプテンに就任、一ボランチとして全試合に出場し、持ち前のパス裁きでチームを支えた。2006年には、オーバートレーニング症候群により数ヶ月間、休んでいる。同2006年、 ミハイロ・ペトロビッチ監督に代わってからは右、センターバックにコンバートされたが、翌2007年に J に降格。その冬の天皇杯からボランチに戻り準優勝に貢献。2009年、慢性疲労症候群により、同年5月12日より離脱、完全休養後同年9月18日に実戦復帰した。以降、シーズン中に休みを取りながらも、現役を続けている。 2012年、2013年、2015年の J1 リーグ制覇にチームの中心として大きく貢献をする。2016年5月21日、J1 リーグファーストステージ第13節のガンバ大阪戦で史上14人目となる J1 通算400試合出場を達成する。2018年10月27日、現役を引退することを発表。12月1日、 現役最後の試合となった J1 最終節の北海道コンサドーレ札幌戦ではスタメンで出場しチームを牽引、チームの3年ぶりの ACL 出場に貢献した2019年から広島のクラブリレーションズマネージャーに就任した2019年10月24日に開催された J リーグ理事会において同年開催の J リーグアウォーズで J リーグ厚労選手賞の授与が決定した。その他の公式戦。この試合には、森崎康二も、ベンチ入りしている似ているためよく勘違いされるが、二乱性ソーセージである。簡単な見分け方として、左利きで鼻の下にほくろがない方が、弟の康二、右利きでほくろがある方が、兄の和幸。ありがとうございます。